特殊詐欺の被害を未然に防いだとして山形市の銀行員に警察から感謝状が贈られました感謝状が贈られたのは山形銀行南山形支店の木村明子さん鈴木博子さん佐竹俊之さんです今年2月、70代の男性がが未納料金45万円を請求されたが A. T. M. で三十万円しか引き落とせなかったなどと窓口を訪れ。不審に思った木村さんが上司の鈴木さんと佐竹さんに報告。その後、その男性から話を聞くなどし、警察に通報したということです。急にこう、どうしても振り込まなきゃいけないって、それで。あの普通だったら、あの次の日でも大丈夫なんでしょうけど。今日中にみたいな感じだったので。 ちょっととおかかししいかなと思いな思ました、はい、自分は絶対会わないとかっていうのではなくて、やはり自分も被害者になるんだっていう意識を持っていなきゃいけないなと思いました警察によりますと、今年発生した特殊詐欺の被害件数は、3月末現在で7件です。